雨もやみましたし、いいスタートですね。行ってきます、はい、それで大丈夫。ドリルをかましてやろうと思う、船の上で。エアだろ、これ中列は絶対真ん中の方がいい。真ん中でいい。もう乗っかったら中列って呼んでた。中列カラフルな方持った？ヒロト持ったね、カラフルな。ナイス、はい、いってらっしゃい。人生に一度、最初で最後かもしれないっていう考えると、やっぱすごいドキドキというかワクワクします。船の上で踊りたいですね。いっぱい機種を進めさせていただくので、まあ、そういった意味でもすごく僕にとって特別ですし、まあ、本当このパリの観光地をずっと船で渡るっていうのをせーのが、それ自体が本当に貴重な機会だと思うので、それを目いっぱい楽しんでいきたいなと思います。船に乗って渡れるというかのがすごい楽しみだなと思って、なんかアジアンゲームスの時も閉会式とか出て、あ、こんな感じなんだ、すごい楽しいって思った記憶があるので、オリンピックもめちゃめちゃ楽しみだなって思ってます。みんなで程よく騒ぎたいなと思ってます。ありがとうございます。かなりフランスは大会の数が多くて、シャルドゴールで到着して、そこから陸路で移動したりとかっていうのが多いんです。お願いします。お邪魔します。おはよう。大丈夫ですか？おはよう。入っちゃって大丈夫？うん。よし。お疲れ様でした。はい。あずです。おはようございます。お願いします。大変だった。それでは皆さんご紹介したいと思います。ブレイキンの、シゲキック選手です。拍手。よいしょ。こんにちは、シゲキックスです。よろしくお願いします。この大会に向けてやってきたことを最大限全部出す、全部ぶつけるっていうのをすごく大事にしているので、まずは、金メダル取るぞっていうところよりも先に、このパリに来てオリンピックを迎えるまでに自分が準備したものをちゃんとこう出そうっていうところが僕の目標です。せーの、シゲキックス選手頑張って。ありがとうございます。いや、もうシンプルに結構今までの開会式と全然違うかったんで、まあ、僕が出たのはもちろん初めてですけど、そのなんかこうオリンピックの開会式史上でも、もう歴史的な会に参加できたのがめちゃくちゃ嬉しかったです。でもなんか街中見れたのがすごい嬉しかったですね。船でエッフェル塔とか他の建物とかもすごい綺麗になってます。パリは何回か来てるけど船乗ったことなかったし、エッフェル塔も何回も生で見てるけど、船から見るのと、あと五輪のマークついたやつ見たのがすごい乗っててよかったと思いました。めっちゃ寒かったけど。
ぱオリンピックってちょっとやっぱ羽田空港から違うなっていうそういう思いがあって、まあ本当にできればもちろん目標としてメダル取るってことやってきたんですけど、でもやっぱりそれよりもやっぱその出る子たちがスタッフも含めて2年間これにこのためにやってきて、それを全部なんかこう発揮できればいいなっていう、負けても勝ってもなんかそのやりきったっていうふうにこう思ってもらえるような、なんかそういった大会になったらいいなと思ったんです。なんかみんな比較的リラックスしてるし、その練習も自分のペースでやってて、でもなんか見てたら体は動きやすそうに見えますよね。自分自身のダンススタイルに自信持って、それを思いっきりなんか表現してほしいなって思います。みんながダンスをやってる理由っていうのはそういうところが大きいと思うから、もちろん国を代表してここにいるっていうのはうちらも選手もやし、いつもと環境は違ったりってもあるんですけど、最終的にはやっぱりブレイキンはこうパーソナリティとか表現とかオリジナリティとかそういう部分がやっぱ大事だと思うから、他の人にはできひんことを思う存分オリンピックっていう舞台で発揮してほしいなと思います。練習やるときとかそういう合宿中でも集中するときはちゃんと集中して、練習を一緒にしながらの方がやっぱりフラットに、指導者と指導される側って感じじゃなくて、まあ、同じ目線でこうアドバイスできるところをちょっとしたりとかもできるし、普通にやっぱ人が横で頑張ってたらこうお互い頑張ろうって気持ちにもなるのもあるから、なんかそういう空気が作れたらいいなっては思います。ただそれだけちょっと大変業界用語言ったらネタ違うわけですよ、ね、そうです、僕たちもネタを言ったって言います、ネタって言います。昔はなんか本当回ってます、あと目が自分が回って目が回ってます。やっぱみんな楽しくリラックスもできたんじゃないかな。最初は緊張しましたけど、僕が名前をこう言ってその後は全然緊張しなかったです、ね、やっぱりなんかタカさんの運びがなんかめちゃめちゃうまいなと思いました、ね、選手のインタビュー見ててもなんか本当にバラエティ番組見てるかも、なんか全く間がなく質問しかも面白い質問、それがすごいなんかすごいなと思いました。ウォームアップ的な感じですよね。なんかその審査員がいないやつでもバトルになってるってことで、自分でやっぱりそこでこうよしこのトライしてみようみたいになった時に自分で気づくんですよ、あそこが悪かったなとか。だからそれはこう
本番に向けて修正できるっていう、なんかそういうのを探せるあの時間になる、なるし、あとはやっぱりそのあうんの呼吸がやっぱり分かってくるんですよ。はい、お前が終わったから次俺が出るとかっていうよりも、やっぱり終わり方がこうやって終わったらこうやって出た方がいいんだなとか、なんかそういったなんか無言のコミュニケーションのやり取りがやっぱああいうバトルで、やることによってこうだんだんなんとなく体に入って分かってくる、そういうのがすごいメリットかな。You gotta get into the groove.